逃げろ！フェル、後ろ！我らに逆らおうとはなかなか生きがいい。さて、どうします？彼女たちも殺しましょうか？助けたいのなら戻ればいいんですよ、以前の隊長に。そのわら、お前を殺したくない。違いますよ隊長、私はあなたに殺されたいんです。でも今のままじゃ無理。優しい優しいリヒト先輩じゃ無理。リヒト先輩だから戻ってください。戦撃の撃墜王に。 やめろこの子は関係ないだろう。ねえ先輩、撃ったらどんな色の花が咲くと思います？子供だからとっても純粋で綺麗な赤かしら。頼む、お願いだ。そうですよ、綺麗な綺麗な真っ赤ね先輩。その腹殺すしかないんです。死んじゃいますよこの子。待て待ってくれ。ほらうずうずと湧き上がってきたでしょ。ねえ抑えられなくなってくるでしょ殺意が。早く戻ってください。対戦中何千人も何万人も殺して恐れられた私たちの隊長に。早く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 。大丈夫大丈夫だ、必ず助けるから。君必ず必ず助ける、約束だ、きっと助けるから。守れない約束はしない方がいいですよリヒト先輩。やりなさい。ママ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 。あれ、おい、園原。やめろと言ったはずだ。おとなしくしてろ。そうすれば、お前を殺してやる。ダメ、リヒト！黙れ。撃つぞ。ヒナ、僕の目的が何なのか聞いたな。ジェイル、僕が何者なのか聞いたな。僕はブランダラ。この国の全てを奪うことが僕の目的だ。